ございます。ということで、もうおはようじゃないかもしれない、こんにちはか、こんにちはということで、今日の動画はもうルーティンですか。まあ Vlog かな、もう最近はね。はい、どこ行くんですか、これから。これからはこれからですね、本屋に行きます。今日はね、ヒワカの発売日なんで、待ちに待った日ですね。そうなんです。行きたいと思います。はい、10時からだよね、本屋。そう、10時から。今何時？10時過ぎか。今10時9分。はい、で、なんか特典が今回はあるんでしょ。あるんです。調べて。そっか、店舗によってあるんだね。もらえるお店調べていきます、うん、はい、たまたまあるといいね。ね、はい、じゃあ向かいましょう。行きましょう。赤門って千葉しかないんだっけ。多分千葉にある焼肉店です。久しぶりだね。そう、久しぶりだね。ランチがね、ちょっと安めなんですけど、朝昼兼用です。はい、さっき暴露しちゃった。兼用ってブランチって言うんだっけ。うん、ブランチ。ここですね。あった？これ特典？これ特典。おお、まだ特典付きも残ってたってことね。うん、いっぱいある。あ、いっぱいある。こっちにもいっぱいあるじゃん。よかったね。あ、今日発売だからね。そんなすぐにはなくなる。そうだね。じゃあ買いましょう。はい。すごいね、いっぱいある。グリルスタンド。どうしてのりみちゃん、なんか買っちゃうの？それ売り物？売り物でしょ、フラグついてるし。本当？かわいい。で、なんかレトロな。かわいい。やば、プーさんいっぱい。やばいね、りみちゃん。プーさんだらけ。かわいいプレート。かわいい。美味しそう。美味しそう。美味しそうになりそうね。意味はこれがいいんじゃないかな。これ何、しーちゃん。マスコットだ。マスコット。すごい、いっぱい売ってるね。何が入ってるか。ミニ人形ガチャ。指人形なんだこれ。かわいい。すごいかわ、見てブラシかわいいよ。ブラシもすごいかわいいね。ハンコあるよ、プーちゃんの。これハンコでしょ。ハンコなのこれ。プーちゃんの何これ。ソープって書いてあるよ。ペーパーソープ、紙石鹸かな。
紙石鹸の。ロール石鹸。本当だ。すごい。でもいっぱいあるよ。かわいいね。すごい鏡とか。すごいかわいいね。お財布もかわいいね。うん、なんか。かわいい。かわいいね。ほんといっぱい。あまり見ないようなさ、感じのものがいっぱいない？あるある。ね。このタンブラーもかわいい。店内がプーさんカラー。ほんとか、すごいいっぱいあるよ。ポーチとか。反応しないの？ゴールデンウィークも半袖だもんね。あと1ヶ月で半袖に切り替える感じかな。私半袖で半袖切り替える。別にあるよね。半袖買いたい。半袖買いたい？もう半袖がいい？厚着なのに。かわいい。これもなんかオーバーオールっぽいよね。これ、これ、そうこれ、あ、これ持ってるもんね、下。こういうズボンあるもんね。なんか今の時期ちょっと微妙だよね。微妙だよね。薄い、もっと薄い方がいいね。なんか最近暑いからね。そう、困る、考えちゃうね、着るもんね。もうこのまま暑い一直線なのかなとかね。考えちゃうよね。ね。やっぱあれか。でかい、50%でかいやつ。マネキンが着てると可愛いよね。ね、マネキン。何でも可愛く見えるよね。ね。ね、やっぱ今年もこういう感じかな、流行るのね。そうですね。うん。はい、ということでイングでお買い物したらですね、エゴバッグをもらいました。すごいちゃんとイングって可愛、はい、いよね。3色あってピンクっぽい色にしました、はい、ピンク目の色紫とピンクよかったね。ラッキーだったね。そうなの。なんか4400円以上やったね。やったね。明後日来ます。はい。いちご、美味しそう。期間限定なのね。
これ、そうそう。で、裏も期間限定で、うん、うわー、美味しそう。いちごサンドといちご大福といちごスムージー、全部美味しそうだね。でしょデザートパフェ悩むね。悩む。パパは女の子らしいものを飲んでるよ。ママ、これ何だと思う？レモンスカッシュ。レスカって言うんだよ。だから略して。違う。注文書にね、レスカって言っても大丈夫ですって書いてあったの。だって書いてあったんだもん、その注文書にレスカって。レスカ。なんで古いとか言うのね、非常に。そうそうそう。いちご何個乗ってると思う？やばっ、美味しそう。食べますか。うん、よかったじゃん。で、ね、甘いものは別腹だもんね、うん、そうなんです。リミも一つ食べる？いただきます。はい、食べる。いいよ、いただきます。もうない。もう食べ終わってるし。どう？おいしい？リミちゃんはミニパフェです。どう？リミ、はい、食べな。リミちゃん、くれるってよ、いちご。お姉さまが。どうも。どう？おいしい？ストローが飛び出てる。男子4人いるの、参加も違う。まあ、違うでしょ。この4人？この4人なの。でね、どれがイケメンかって選ぶの？でね、そういうので漫画選ぶの。え、こっちは？こっちはずっとこれ。どう？じゃあこの4人とこの1人どっちがイケメン？この5人の中でってこと？なんで？なんで？なんで？この4人とこっちどっちがイケメン？この4人とこれ1人だけ、どっちだけ違う？しーちゃんの好みなの。イケメン度で選ぶの？うん、漫画本。イケメン度で選ぶの？なんか面白さじゃなくて。わかんないじゃん、でも面白さは読んでないんだから。材質がいいからこっち。リミは、え、リミこの人が好き？違う。あ、違うの。じゃあリミはさ、材質じゃなくてさ、どの人が好み？どの人が好み？5人の中で。この人？この人が好み？爽やか系だね。やっぱり。確かに。ちーちゃんは。ママもこの人。爽やか系。だよね、リミ。やっぱそうだよね。しーちゃんは？しーちゃんはじゃあ漫画関係なくどの子が好み？この5人だったら。これみんな一緒じゃんか。やっぱみんな爽やか系だよね。だよね、だよね。バイバイなの。